奇跡者聖ニコライ聖堂、通称、ソフィアのロシア教会は、ブルガリアの首都ソフィア中心部のザルオスボーボーニテル通りに面したロシア聖教会の聖堂である。1914年に建てられた奇跡者聖ニコライ聖堂。聖堂は、1882年のロト戦争後、ロシア帝国によって、オスマン帝国からブルガリアが解放された後に、破壊された。 サライモスクの跡地に建てられた。聖堂はロシア大使館の公式の教会、またブルガリア在住のロシア人のための教会として、大使館の隣に建造をされた。その名前は監修に従って、ロシア帝国の皇帝で、後に劣勢された、ニコライ2世の名を取って付けられた。聖堂は、ロシアの建築家、ミハイル・プレオブラジェンスキーによって、ロシア復興様式で設計され、 17世紀のモスクワの聖堂に習った装飾が施されている。建造は同じくソフィアのアレクサンドルネフスキー大聖堂を建造したアレクサンドルスミルノフの監督の下で行われた。色鮮やかな外装のタイルはジー・キスリチェフにより、内装の壁画はアレクサンドルネフスキー大聖堂の内装も担当したバシリー・ペルミノフを長とする芸術家のチームによって制作された。 5つのドームは黄金で被覆されている。金はニコライ二世によって寄贈された。建造は1907年に始まり、1914年に正規予施された。聖堂は1917年のロシア革命後や1944年から1989年まで続いたブルガリアの共産主義時代も機能し続けたが、共産主義時代、その新品たちは、 国家治安警察によって厳しく監視されていた。冷戦集結後、外装はロシア連邦政府によって修復が行われたが、内装はろうそくの煙や経年劣化により黒ずんでおり、修復が必要となっている。直下に設けられた地下聖堂には、1950年にソフィアで死去し、後にブルガリア正教会によって劣勢された聖大主教。 セラフィムの普及体が暗記されており、多くの人々が祈りのために訪れている。ありがとうございます。